みんな、新しい仕事よ。どれどれ。雑誌のインタビュー？送られてきた質問に答えればいいみたい。いろんな質問があるね。あ、メンバーそれぞれの第一印象はどうでしたか？だって。第一印象。じゃあまずは、サキの第一印象はどうだったかしら。サキちゃんに最初に会ったのは私なんだよね。審査の時、同じグループで、わあすごい子がいるなって思ったんだ。これはデビュー済みのアイドルかな、なら押さなきゃって帰りに検索したぐらいだもん。この子に出会えたから、もし不合格でも来た甲斐は十分あったまで思ったね。うん。その話、トアとノアと私の3人が初めて顔合わせをした時にもたくさん話したよね。そうなんだ。じゃあ私の最初のボイストレーニングは2人が見学に来たの？もちろん、もう一人のメンバーに早く会いたかったのもあるけど。トワがあれだけ絶賛してたら気になっちゃうよね。そこで最初の印象は可愛らしい子だなくらいだったんだけど、でもサキの歌を聴いて、その雰囲気を目にして気が引き締まった。え、それってどういうこと？それまでさ、正直そんなに実感なかったんだよね。もちろん合格の通知を受け取って、ユニットのコンセプトを聞かされて、でも初めてのことだからふわふわしてるというか、夢の中にいるみたいだったんだ。確かに、これ見たことあるみたいな、ちょっと他人事っていうか。それが先に出会って変わった。うん、私もサキちゃんに会ってから変わったかな。その時はまだフォトンメイデンっていう名前もなかったけど、サキちゃんの姿を見た時に全てが見えたというか、プロデューサーが目指しているものが見えた気がした。そうだね、私もサキちゃんと一緒にユニットやれるって分かって嬉しかった。これで勝ったって感じ。もちろんサキちゃんの可愛いも欠かせない要素だけど。え？可愛いはあらゆるユニットを、いや森羅万象を構成する五大元素の一つ。それを言うなら四大元素。ノアのスイッチが入っちゃったか。ステージで見られるサキちゃんはかっこいいところもあって、でもそれがあるから可愛いが引き立つの。トートミ言えてるかも。え、いぶきまで大丈夫？実際サキの表現力には刺激を受けたもの。ああ、これがプロの世界なんだなって。選ばれた人間がさらに上を目指していく、そういう世界に私たちは行くんだって。そういうことか。不安になったりした？ううん、気合が入った。だって挑戦しがいがあるじゃない。サキはすごいけど、私たちだって同じオーディションで選ばれたわけだし、そんなみんなで作り上げたフォトンメイデンなら、プロの世界でも負けない最強のユニットになれるってね。うんうん、さすがリーダー、いいこと言うね。どうしたの、サキちゃん。さっきから気になってるんだけど、私褒められすぎでは？いいじゃんいいじゃん、せっかく褒められてるんだし。こういう話ってレアだから、私がファンだったらすっごく楽しいよ。そういうもの？そういうもんそういうもん。というわけで、サキちゃんの第一印象はすごいってことで。ざっくりまとめすぎ。でもサキのことは純粋にすごいと思ってる。多分
トアもノアも同じだから、そんなすごい先に置いていかれないよう私たちも頑張らなきゃね。